入っていいの？誰もいない。カメラで監視はしてるはずだ。イラクはバイスロイズを2つに分けた。あいつのために動いてるってのに、バツラは2つしかねえ。カボケか、デジョーか。上層部の連中、ピアース、自爆しなかったか？まだな。連中にサプライズを用意しようと、いい集合場所を探してるところだ。ああ、トラップか、いいね。俺たちがどうなると気にしねえ。俺もかませてもらわなきゃな。バイスロイズの殺し屋に対する奇襲を準備しろ。準備って言われてもな、何したいの？爆弾仕掛けてったいの？またタイヤ痕だ。車は両サイドから来る。車は両サイド。アイテムないんか。粘着爆弾作らないと。これは持てない。時間はある。あ、じゃあ CTS OS スキャンじゃねえよ。あれ？爆弾どこ行ったやん、粘着爆弾。あ、もう使い切っちゃったパターンやな、これ。あ、俺まだ作れないんだわ。なるほど、そういうこと。誰かがいつもここに止めてるな。間違えた。戦闘に有利な位置、上やろ。どう考えても上やろ。上に行かれんねんけど。なんか音が BGM が邪魔。何この BGM、 なんで音なんの。ダメダメ、その音鳴らしちゃダメだから、ね、なんでなんか急になんかヒップホップ的な音楽鳴り出すんだ。忍者爆弾一箇所。時間はある。時間そんななくなってきたぞ。いや、もう20秒しかない。時間そんなないぞ。くれ。さあ来た。よし。よし。なんか音が鳴ってんだよな。これこういうもんなんか。めっちゃ気が散るんだけど。
The combination made my eyes bleed. No question, I will flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. めっちゃ気が散るなこの BGM。Every week we made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna take now. Bam, move from the gate now. Cash rules everything around me. Cream, it's the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Survival got me fucking, but全員やったんか。全員やったぞ。なんでこんだけこのミッションだけめっちゃ BGM なん。電話をハッキング。もしもし。お友達は電話に出れないぞ。みんな死んでる。なんだと。あ、逃げちゃうで。逃げられる。イラクに報告されたらベッドバグは死んだも同然だ。ベッドバグ追いかけるのか。バイクだ。そういう時用のバイクだ。硬い硬い。待てベッドバグ。どきなさい。あー早かった。待ちなさいベッドバグ。スチームパイプを待ってるから俺は。バイクじゃ勝ち目ないからさ。スチームパイプを待つことにするよ。はい来た。待って待って、まずい待って。ベッドバッグのところへ向かえ。どこ、こっち。めっちゃあるで。1.7 キロ。めっちゃ遠いやん。大丈夫だ。今助けに行ってやる。っていうか、道がわからんのだ。道がわからんのだ。道がわからないんだよ。ちょっと待ってくれ。今向かう。ちょっと待ってろ。こっちね。なるほど。はい、危ない。ああちゃうちゃうねちゃうね。そこ耐えなあかんとこやね。今は耐えろな。ミッション中だから。ミッション中じゃなければいくらでも事故っても構わないけどさ、ちょっと今は大事なところだからね。ぶつかってもこけないでね。頼むよエイデンさん。おお狭い。怖いわ。狭いの怖い。よし、いけるいける。これを左折だぞ。どこだ、まだか。こうだな、ここ左折だ。よし、いけ。で、もうすぐ右折だ。ここら辺だ、ここら辺を右折。よし。さあ、ベッドバグ近い。近づいてるぞ。止まってろ。ベッドバグがようやく仲間に認められた。あとはこちら側につくよう脅迫すればいい。少し脅せば観念して協力するだろう。助けてやった分働いてもらおうか。
追跡か。まだ捕まえたらあかんねんな。レッドバグに電話しろ。もしもし。なぜ勝手に切った。何なんだよ。誰だお前。ただの通りすがりだ。お前に仕事がある。だがタイローンの仕事じゃない。レッドバグの仕事だ。また連絡する。これはなんだ。やめてくれ。一気に言ってあげたのに。誰かに追われてる。みんなやられた。助けてくれないか。行かれてんな。俺の知ったことが。幽霊でも見たか。ピステられた。いや待て待て。残念ですね。端末ハッキングしてベッドバグの脅迫を表示させる。ハッキング。一体どうなってる。イラクのトリムは。やめろ。まだやめろ。しなくていい。いや、クラブもイラクを疑い始める。のぞみはなんで。ロジフレモントで俺の情報源になるんだ。いやだ。イラクに殺される。そうか。この情報を送ったらどうなるかな。もっと見るか。やめろ。それは消してくれ。頼む。おとなしく俺のスパイになれば消してやる。じゃあまたな。いや、クラブもイラクを。オッケー、終わった。これでレッドバグが仲間になったと。そういうことでいいんですかね。ちょっとクラフトできるようにしとかないと。粘着爆弾ね。はい。さあ、アクト2の9まで来ましたね。車列襲撃か。イラクに近づく方法を教えろ。近づけない。やめとけ。やつは姿を現さない。その答えで本当にいいのか。待て。それでファイナルアンサーか。オークションだ。クイーンのオークションに参加する。どんなオークションだ。ないないでやる。通常のオークションと違って招待客限定だ。なら招待状を用意しろ。俺を誰だと思ってる。ああ悪かったな。また連絡する。用意しておけ。よし、じゃあ用意してる時間を与えないで、すぐミッションやってやろう。用意してる時間を与えないぞ。どう？イラクの建物に。すぐメインミッションやってやる。ああ、レッドバグが俺からの連絡を待ってる。イラクが持ってたアクセスカードについて話そう。部屋に入る方法はあれしかない。あれは RFID タグよ。複製できるけど、かなり接近しないと。イラクはオークションに参加する。そこがチャンスだ。オークションね。イラクが持ってたケースは覚えてる？忘れないさ。あれで頭をぶん殴ってたからな。それよ。招待客リストが入ってるって言ってた。感謝してよ。あれをずっと追跡してたの。今確認してみる。手回しが早いな。ブリーフケースを確保したらリストから名前を探してくれないか。使えそうなの。そのつもり。ブリーフケースの場所を今送ってる。わかった。さあ、じゃあメインミッション。パン…ん？なんだメインミッション。パンくずの星の下。チラッとしか見えんかったわ。パンくずの道しるべ。ダミアンが小細工してるのは間違いない。奴には別の思惑がある。まあいい。今はあのブリーフケースが必要だ。必要だ。
オークションのブリーフケースを追跡して受け渡しを見張れ。あ、今受け渡してんのか。あれがシカゴサウスクラブのメンバー、あいつを追跡するんだな。どうやって追う。警備は厳重やぞ相当。こっちから行くか。ケースは見える。ああ動いてる。待て、まさか。何？クイーンの連中が昔ながらの手口を使ってる。ブリーフケースの交換か。そんなのうまくいくの？見るのは初めてだ。なぜこんなことを。 CTOS を欺けるのか。モニターを見てる人なら交換するためにわかる。探知ソフトウェアを混乱させる気か。面白い。ほんまにブリーズケースやったっけ。交換してるな。古典的やな。これやばい。え、あの船で逃げるんじゃないの。逃げるぞあれ船で。ごめんなお兄さん。ごめんごめん、ちょっと 俺はハッキングに一生懸命なんだ。ちょっと会話いらん。あー逃げてったぞ。バイクで追跡する。行き先は分かるかも。バイクで追跡する言われてもバイクどこにあんの。近くに何がある。多分行き先は近いな。バイクどこにあんねん。別の交換をするんだ。バイクどこにあんねんって。俺はそのバイクを知らないんだ。そこや、そこあった。どこに間違いない。どこに見つけたか言ってくれたらいいのに。飛びすぎ。あーし、なぜそっちに避ける。なお。まずい、時間ない。急げ。バイクに乗れない。バイクどこ行った。よし、荒ぶってる荒ぶってる。バイクが荒ぶってる。得意なバイクのはずが苦手なバイクになってる。いや見えてるやろ。あー外出た。これはちょっとこれあかんわ。これはあかんやろ。どうしようもないで。あれはさあ追うぞ。バイクで追跡する。行き先はわかるかも。待ってて。近くに何がある。多分行き先は近いな。また別の交換をするんだ。オッケー。待って。古いマリーナがある。1967年にクイーンが購入してる。そこに間違いない。80年代には閉鎖されてるみたいよ。さあついていくぞ。今回慎重にね。ちょっと前回フルスロットルすぎたから。制御できてなかったもん、ね、ちょっと前回急ぎすぎた。急ぎが過ぎた。これぐらいの速度やったらいけるやろ。
この視点やったらちょっと横向かれへんねんな。あそこやろ。大丈夫、ちゃんと追跡してますよ。さあちょっと速度出そう。すまない、ちょっと制御は難しい。やな、プラットフォーム。いやそこおるやん。見つからずにブリーズケースを発見しよう。マジか。どう攻める？バレてるけどいいんか。いいみたいだからそのまま行こう。こっから上がられへんのか。こっから上がりたかったな。ここまずなあかん。さああっこ遮蔽物あるやろ、しゃがめよちょっとぐらい。なんであっこしゃがめないのよ。もうこそこそなんてやってらんない。攻めるぞこの野郎。登れんのか。なんで、なんで死なんのやし。ああ、なんか知らん。なんか知らんけど死んだ。そんなにダメージ食らってへんやろ。